ようこそ。どうも。おお、来たか。トランクスがチェックしていた巻物に怪しい気配が感じられたの。この歴史では完全体になったセルによってセルゲームというものが開催されています。しかしこのゲームに本来参加しないはずの戦士が紛れ込もうとしています。ミラネ、あいつは時の流れから外れた存在。俺も一緒に戦えます。お二人ともサポートをお願いしますね。うん、任せておけ。後輩にいいとこ見せなさいよ、トランクス。はい。ここから先は通さないぞ。いや、ご覧のタイムパトローラーの内閣、お前はここで倒す。実力の差は分かる。闘志は揺らぐ。当たり前だ。こんなに相手が強かろうと俺は決して諦めたりしない。その得体の知れない強さ、興味深いものだ。サイヤ人を連れているのか。ただの腕自慢より俺の力がないんだ。今テレゲームで会場に極力に引き連れた戦いを繰り広げていた。二人の戦いの邪魔を絶対に進めよ。バカな、何だと。ヌッヒ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 ッ。レンダー、お前の強さはよーく分かった。ほらもうやめとく。お前の出番だぞ。爆風機の試合が終わったみたい。もう少しの辛抱よ。そうです、これは何？お任せミラ、準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トア。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。
セルの木がいきなり膨れ上がった。トアの魔術だな。残念ですが、俺が手伝えるのはここ。パワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。この私を倒せるとは思っているんじゃないですか。倒せるさ、これは見せてこのセルの恐ろしい真のパワはマシな動きができるようだな。教えがいがありそうだ。
の作戦も立てずに突っ込んできたと思ってるのか。俺の母さんは天才科学者だ。俺の国に一体一人がビッグベゼスターの中枢コンピューターに自滅プログラムを仕掛けてた。もうすぐお前たち全員消え去る運命だ。なんだと貴様。メタルクーラーが動きを止めるわけに、こいつらを食い止めますよ。それでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。よろしくお願いします。死の淵からよみがえったぜ。宝石を買わないのにパワーアップしてみる。何よ、気でも出た。思い上がりで死んでしまってお父さんの仇を討つ。ぜひこの手で殺したかったと思っていた。やってるときからドアのマジでパワーアップします。ドアアップゼロを倒してくれ。死んだ。どれ野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。そんな、バク、
やがった、あいつ。やった、やった。どうやら助かったようだな、俺たちは。おかえりなさい。今回はびっくりしたの。クーラがあんなに大量に押し寄せてくるとは。しかしトランクスのおかげでなんとかなってよかったわい。ええ、まさかトランクスがあそこであんな機転を聞かせるとはね。え、時の海王神様、そのつもりで俺を行かせたんですよね。え、ええー、そうよ、決まってるじゃない。じっと。何よその目は。なんとかなったからいいじゃない。やれやれ、お前さんも苦労しとるの。
なんて野郎だ。サイヤ人の壁を。やあ、俺の足を引っ張るんじゃないぞ。やる気みたいだね。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。おいおい、スケットのお出ましか。いいわ、私がやる。まったく鬱陶しい奴らだ。貴様らなんとか役に立つ相手だと思うのか。お兄ちゃん、ドクターゲルの言っていた情報とは大違いの強さじゃないか。驚いたよ、ここまでやるとはね。頭にくるぜ、ケロッとしてやる。じゃあね、バイ。いいぜ、遊ぼうじゃない。やれやれ、懲りないやつだ。さあ、来るのは来い。戦うのは貴様一人か。17を。当然だろう。お前らごとき本来俺が相手になるまでもないんだ。人造人間、孫悟空を殺しに来やがったのか。なんだ怖い顔して。俺はまだ何もしてないぜ。こいつ、どこにこんな力を隠していた。少しはできるようだな。人造人間でもないのに素晴らしいパワーだ。場所を移そう。私が相手をしてやるよ。今度は本気でやらせてもらうぞ。そうこなくっちゃ。Thank you.
宇宙無敵のはず。勘違いするな、お前を助けに来たわけじゃない。少し暴れたくなった。どうなってやる。この程度でやられるやわなトレーニングはしてなかったはずだぞ。そんなバカだ。ちくしょう。ちんたらしやがって。代わりに俺が片付けてやろうか。毎度。
マイルド。いらっしゃいませ。ようこそ。全力でやってやる。覚悟はいいか。いいか。俺の足を引っ張るんじゃないぞ。敵にするとおっかないけど、味方になると頼もしいな。そうこなくて何者だか知らんが、この俺様の邪魔をする奴は誰一人として許さんぞ。貴様の実力で俺に勝てるわけがなかろう。そいつをどうだ。修行はしてきたんだ。年野郎だ。なんて強さだ。このままじゃやられる。私自らの手で始末してあげましょう。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおきませんよ。勝てないと分かっていて戦いを挑むと、ずいぶん無駄な努力をするんですね。
危なかった。この虫けらめが！こいつらと手を組むのは尺だが、仕方ない。宇宙のゴミ掃除と行くか。気にしやがって。俺が宇宙一なんだ！フリーザ、いいだろう。カカロットの出番はないぞ。私の恐ろしさを忘れてしまったようですね。思い出させてやりたい。ベジータ！おのれ！とんでもねえ相手だな。くそ、やってやる。俺だってやってやるぞ。貴様ごときにこのベジータ様の相手が務まるか。そうだ、今の感じを忘れるんじゃないぞ。ただものじゃない。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。